はい、どうもダラニでございます。今日はロイヤルスターフィッシュの大会ですね。場所は、廃れた船着き場で、トリプル S 初期ダメージが3157の、水晶 S がワームってなってますんで、まずはワームですね。あ、装備する。ワームでもね、ワームはなんかまあ700もありますけど、でもまあ一番在庫少ないんでちょっとケチり気味でね。まあとりあえずワームでトリプル S1 匹でも釣ったら、あとはいつも通り、なんて言うんでしょうかね、違うな、クランクスピナーミノーの3つでまた大物をね狙っていきたいと思ってます。はい、3013、違うね。いや、今日はねなんか忙しかったというかね、今さっき帰ってきたんですよね本当に。でもなんかまあ今日も動画はお休みしようかなと思ったんですけどね、なんか今日はねちょっとこうね、まあ一日ずっとあったかくて、でまあなんかこうまあ自己満足ですけど、まあ仕事とかもちょっといいことがあったりとかしてね、なかなかこう自分のテンションが高めなんで、はい、まあまあもう釣り大会もこの元気な時に行っちゃえってことで、はい、参加しておりますよ。はい、今日はなんかねいいもん食ってきましたよ、ほんと。晩ご飯なんですけどね、うん、まあなんかそのご飯食べるところをねこう探す天才みたいな仲間がいるんですけどね、まあその人が選んだ食べ物屋さんはもう本当に外れがなくて、今日はねなんか何料理っていうと何料理か分かんないんですけどね、あー、どの注文したメニューもまあ当たりでね、こうなんか春のお、来たか、春の食材っていうんですか、しまった、切ってしまった、69センチでどうなんやろ、はあ、はあ、ああ悔やまれるな。あ、そっか、見ればいいんか、69は果たして、あ、釣ってたら一応自己ベストいってたんかい、これ配点がダメとかないよね、ないよね、うん、そうそうそう、春の山菜っていうんですか、の天ぷらとかね、なんかいろいろ食ってきましたよ。お、69.5センチ、あ、でも全然か、85センチもそんな大きいの釣らないとダメなんですね。よし、じゃあまた例によってまずはクランクから、うん、3頭ずつぐらいしよっかなと思います。うん、いやー、ほんとご飯が美味しかったですね、とにかく。まあちょっと高かったですけどね、まあでもそれはまあまあ外食なんで仕方がないですけど、あと何食べたかな、あとはチアユ、アユの子供の天ぷら、んで、何かな、もうこれラストチャンスですね。よっしゃ、キャストはいいよ、3013、違うよ、はい、全然ダメでしたね、はい、今1時ちょうどになりましたね。うん、しかもこれはノーカウントみたい、まあいいけど別に。はい、こんな感じでしたね、参加してた皆様お疲れ様でしたと。いやいやもうほんと桜も咲き始めね、最近もガンガン咲き始まってますし、
なんか今日なんかもね、一日中あったかかったっていうか、夜もなんか歩いて帰ってきたんですけど、なんかちょっともう歩いてると汗ばむというか、今まではね、昼はいくらあったかくても夜は、なんかやっぱちょっとエアコンつけないと寒いかなっていう感じだったんですけど、今日はね、もう本当帰ってきてから、帰ってきてすぐはね、歩いてたんで体はあったかいんですけど、もう帰ってきてもうかれこれ1時間経つか経たないかぐらいですけど、未だに全然寒いような気配がないんでね、本格的に春だなって感じで、はい、思っておりますが、今さっき1時1分だったんで見ていきたいと思います。何これ、なんかこんなにいっぱいレジェンドのやつありましたっけ。ほいはいほいはい、では1位の方がタンタンメンさん 85.6cm おめでとうございます。2位の方がズイールさん 83cm ちょうどおめでとうございます。で3位の方がドカンフォーさん、82cm ちょうどおめでとうございます。で、4位の方がランプレットさん 81.7cm おめでとうございます。5位の方がキャンタスさん 80.8cm おめでとうございます。で6位の方がサーザムさん 79.8cm おめでとうございます。7位の方がヤックンさんですね、78.9cm おめでとうございます。で8位の方がマーターヤさん 78.4cm おめでとうございます。で9位の方がウオモラさん 77.7cm おめでとうございます。で10位の方がトールファイブさんで 77.2cm で、はい、おめでとうございます。で僕はね 69.1cm ってことで、やっぱこう元々のサイズがちっちゃいですからね、はい、69cm と 77cm じゃまあ10センチ以内の差ですけど、まあね、相当厚い壁がここにはあるんでしょうね。73位でした。はい、はい、今日はこんな感じでした。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。